日産、スカイライン日産、スカイラインクーペ CV36、スカイラインクーペ CV36 は、日産自動車が製造し、日本国内で販売していたクーペ型普通乗用車で、ある。2003年に発売された、CV35 型スカイラインクーペの後継者として、 2006年11月に発売された V36 型セダンより1年近く遅れ2007年10月にフルモデルチェンジされたスカイラインのクーペボディとしては歴代11代目でありトランク室を分離した2ドアの伝統的スタイルを受け継いでいるが欧州におけるセダンベースクーペや C10 型スカイラインハードトップに見られる鉱石フットスペースの前後長を短縮して ショートホイールベースにする手法は取られていない。CV36 型は2007年4月にニューヨーク国際オートショーにおいて発表され、同年8月には北米市場にインフィニティブランドの G37 クーペとして先行投入された。なお、製造は G37 クーペも含めすべて日産自動車栃木工場で行われていた。エンジンルームエンジンは V36 型セダンに採用される VQ35HR 型から35%の部品が新たに開発された VQ37VHR 型エンジンが初めて搭載された。また、このエンジンにはバルブ作動核、リフト量連続可変機構、バルが初採用されている。先代 CV35 型クーペのエンジンから 200cc 排気量が増加しているが、 バルの採用などにより、燃費性能は10%程度向上している。このモデルはアメリカでもインフィニティブランドで、G クーペとして販売されているが、販売は好調で、その市場において、ライバルとされている BMW3 シリーズクーペの2倍以上が販売されているほどである。そういったこともあり、北米における新型への期待は大きく、 それに対応するために新開発のエンジンを搭載したという。また、当初は、先代モデルと同排気量の3.5リットルとすることも考えられていたが、BMW のモデルに走行性能で劣るわけにはいかないという思いがあったために排気量を 200cc 増加させたという。トランスミッションには AT と MT の2種が用意された。 AT については当初、風ガから採用されたものとほぼ同一のジアトコ製 JR507E 型マニュアルモード付けフルレンジ、電子制御5速 AT が採用されていたが、2008年12月の一部改良により、先にフェアレディ Z に採用されていた同じくジアトコ、製の JR710E、JR711E 型マニュアルモード付け、 フルレンジ電子制御7速 AT に変更された。MT については、先代モデルと同一の愛知機械工業製、メラ70型6速 MT が採用されているが、軽量化などが施されている。プラットフォームには、セダンと共通の良い,いプラットフォームが採用される。基本的なレイアウトは、セダンと共有するが、 エンジン搭載位置を 15mm 低くして、重心を下げるなどして、走行性能の向上も図られている。前後重量配分は55、45となった。ボディ剛性については、静的剛性ではなく、実際の走行を見据えて剛性が高められたために、軽量化を図りながらも、結果として静的もじり、剛性が、先代比で36%向上している。なお、 横曲げ合成では、仙台でも十分と判断されたため、ほぼ同一となった。サスペンションについては、セダン同様フロントがダブルウィッシュボーン式、リアがマルチリンク式サスペンションとなる。セダンのものをベースとしているが、ワイドトレッド化が行われ、ショックアブソーバーも専用チューニングが施されている。サスペンション横合成は、先代比でフロント55%、 リア40%向上されている。ブレーキには4輪、ベンチレーテッドディスクが採用され、タイプ S には、アケボのブレーキ工業製の4輪、アルミキャリパー対抗ピストンブレーキが採用された。エクステリアパーツでは、サイドターンランプを、スカイラインクロスオーバーを含む、V36 型スカイラインシリーズと、ドアハンドルをセダンと共有するのみで、他は仙台に引き続き、 完全な新設計となっている。ただし、2008年11月のセダンの一部、改良時には、ドアミラーも、クーペと共通のものに変更された。デザインの向上のために低いボンネットが採用されたが、エンジンとエンジンフードの隙間が十分にないと、歩行者保護の性能を十分に得られないため、デザインと安全性の両立のために新技術、 ポップアップエンジンフードが採用された。他にもヘッドランプの位置をエンジンフードから離して生産工程を手作業とするなどスタイリングのために多くのコストがかけられている。V36 型セダンはモデルチェンジにあたりサイズを大幅に変更したがスカイラインクーペは CV35 型からすでにセダンよりもワイドローであったためにサイズの変更は 全長プラス 15mm、全幅プラス 5mm、全高マイナス 5mm にとどまった。インテリアについては、基本的に、セダンと共通となっているが、ドアが長いため、そこには専用の素材が用いられ、新設計されている。また、ヒップポイントについては、先代モデル比で 17mm、セダン比で 20mm 低下されている。タイプ S。 タイプ SP2007 年10月から2010年11月 370GT タイプ S2010 年11月グレード構成は下から 370GT、370GT、タイプ P、370GT タイプ S、370GT タイプ SP の4グレードが用意される。タイプ P はベースの 370GT に本側シートや 各種快適装備を装備したグレードタイプ S はパドルシフト19インチアルミホイール4輪アクティブステアビスカス LSD などを装備した走行性能重視のグレードである最上級グレードのタイプ SP はタイプ P 及びタイプ S の装備を両立しているまたタイプ S 及びタイプ SP には当初 専用スポーツバンパーサイドシルスポイラーが装着されていたが2010年11月の使用工場以降のモデルでは全車にスポーツフロントバンパー及びサイドシルスポイラーが標準装備される。また、この使用工場では18インチホイール及び19インチホイールのデザインも変更された。なお、6速 MT 車はタイプ S 及びタイプ SP のみにラインアップされる。 2010年1月のマイナーチェンジ時にはそれまで全車オプション設定であった HDD カーウィングスナビゲーションシステムが全車標準装備となったため新たにナビレスの廉価グレード 370GTA パッケージが追加された55スリミテッド2011年12月に発売されたセダンに続き2012年2月にはクーペにも 生誕55周年記念期間、台数限定車の55スリミテッドが設定された。2013年4月30日受注分までの期間、限定販売だが、期間内に限定台数の55台に到達した時点で受注終了となる。370GT タイプ P 及び 370GT タイプ SP をベースに55周年。 記念刺繍付きのアニバーサリーブリリアントレッドホンガワシートが装備され、専用色も設定された。ありがとうございます。